日本の川に夏を告げ、釣り人たちの心を躍らせる紅葉、アユ。美しいその姿を追う季節がいよいよスタートした。島圭吾さんと小澤剛さんが解禁当初のアユを楽しむ。まずは琵琶湖に流れ込む滋賀県波戸川、そして2人のホームグラウンドである岐阜県長良川。自らの縄張りを持ち始めた美しく力強い野鮎と名手2人の駆け引きを見よう。日本最大の湖、琵琶湖。多くの生き物が育まれる大いなる湖。その琵琶湖に注ぐ最大の流入河川が波戸川。琵琶湖産の鮎を楽しめる川として全国の鮎師から人気がある。特に朽木地区は6月の解禁から多くの釣り人が訪れる人気のエリア。解禁から間もない朽木地区に志麻さんと小澤さんは来ていた。もう解禁間もない波戸川に来ましたけど、まあまずはやっぱり、お取り合いと入魚券買っていきますか。おはようございます。よろしくお願いします。じゃあ入魚券と、お取りお願いします。お願いします。はい、まずはおとり屋さんでおとりを購入することが友釣りのスタート。そして入魚券も必ず買う。買うだけでなく見えるように携帯しておくことが大事。よいしょ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 。お、意外に空いとるね。そうですね、まあやっぱりね、水が出た後のあれなんで。そうだね、やっぱり流れがあった方がいいですか。流れがあった方がいいな。なるほど。でもこの時期は朝ちょっとね、水冷たいし、お芋ね、でやっぱりね、こう波戸川はまあ湖産的な魚なんで、やっぱり水温の上昇とともにやっぱ活性も上がってくるとね。そうだね、湖産はもう適面だよね。おとり屋さんで釣れている場所の情報も仕入れた2人。ポイントに入る。解禁当初どう攻めるのか。シーズン的に初期だとやっぱりこうちょっと流れの緩い魚のストックが多いような場所ぐらいのところから、その川の石の赤の状態を見て、やっぱり供給源があった方が多分魚の動きもやっぱ多いんで、やっぱり流れの緩いところから徐々にこう背になっていく場所で、時間が経てば背の中で活性が高いやつが釣れる状況もあるんで、石に苔がついてるような、まあ、特に増水後なんかは、今まで残ってる赤から徐々に新赤に移ってくるんで、そういう場所を見極めながら数を釣るならあとは移動するみたいな感じでしょうね。志麻さんのスタートの仕掛けはこんな感じ。正規よりは少し細めの仕掛けで攻める。ちょっと真ん中気持ちいい、ポコッカワで、この辺もなんとなく赤がありそうですけどね。お、なんか違う。志麻さんより少し上流に入った小澤さんも準備開始。小澤さんの仕掛け、こちらも正規の釣りよりは糸は細い。二人に解禁当初の仕掛けについて話してもらった。まあ解禁当初なんで、まあ釣れるサイズも15から18ぐらい
だろうね多分思いますけど、剛さん、うん、どんな仕掛けでいきます？まあ、全体的にちょっと細めの仕掛けでいきたいなっていうのがあって、うん、竿はまあ8メートルとか 8.5 メートルの少し柔らかめ、うん、H2.6 ぐらいでいって、水中糸は005ぐらいで、まあ、花冠周りもね 0.45 とか使のワンピースとか使ってみたいか、まあ05にしてウエッツケイト03かぐらいの軽めの仕掛けでいったら、うん、まあ鮎の泳ぎもいいんじゃないかなと思ってますね。志摩君はどんな感じでいく？僕はもうやっぱりもうサイズ的な部分、やっぱりまあだいたいシーズン通して18ぐらいまでの鮎だったら、うんうん、まあ川の水量関係なく、多分僕は竿自体はやっぱりソリと穂先の竿、ああそうですね、はい、使う形になるんで、うん、まあ穂先自体は柔らかいタイプを使って、うん、で仕掛けも、まあ、若干やっぱりこう水が冷たかったりとかすると、うん、どうしてもやっぱ右入れが多かったりするんで、うん、天井糸もちょっと長めにしたりとか、なるほど、細くしたりとか、あ伸びるようにね、そうですね、なるほど、とちょうどうまくこうクッション代わりになって、うん、まあ、右入れが少なくなるかなっていうふうには思ったりするとこですね、うん、水中糸はやっぱりまあ僕極限までやっぱ細い方が好きなんで、確かに細いもんね、はい、うん、やっぱ細ければ細いほど、まあ、005よりももっと細いものが使えるなら、うんうん、もうそれを使ってっていう形ですね、まあ、はい、特に鮎に、おとりにした時の鮎の負担にならないようにですね、そうですね、そこの辺はやっぱ剛さんと同じ感じで、はい、やはりもやっぱり小さめ、うん、ちょっとやっぱ最初は小さめで、うん、はい、やっぱり根がかったりしてトラブルになるよりかは、うん、まあ、やっぱりまあ おとりの泳ぎも、しっかりだいぶ違うもんね、うん、解禁当初も正規もおとりに優しくが基本、とりあえず背型にあるちっちゃい波に狙うんですけど、背型っていうのはね、あの背の始まるちょっと上ってことですね。背はね、流れがあってこう水面に波池があってこう強い流れになるんだけど、それが始まる頭の辺のことを背型と言います。お、今の反応か、なんだかね、鮎釣りでなんかあの入るポイントで迷ったらね、背型からやっとけば間違いないっていうぐらいこう鉄板なポイントですね。背型石に色は乗ってるので、もう新赤はつき始めて、おお、来た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 、やった、早いじゃん、ちょっと来ないな、よし、とりあえずね、ちっちゃいけどおとりは変わったので、いよいよ阿戸川の釣りがスタートを切った。志摩さんは反応がないため少し移動、若干やっぱりね、水温が上がらないと子さんの老いの強さも水温とともに活性が上がるんで、おお、かかった、そこをね、うまく我慢できて釣りができておとりが循環していけれると、多分いい感じで釣果が上げていけるんじゃないかなというふうですね。これなんか上が養殖で下が今釣れた天然ですね。この追い干しの感じと色合い的な部分が、で子さんはこの鱗もやっぱキメが細かいんですよね。志摩さんに狙いどころを聞いた。まあこう増水後なんで、もう明らかにその石の濃いところと赤がついてない場所ってもう明確になってくる感じになるんで、ここなんか特に。となるとやっぱりしっかり赤がついてるところと赤がついてないところを判別して、どっちへおとりを入れたらこう反応があっていい黄色い鮎が釣れるかをやっぱ判断していけると、一日楽しめるか、おとりを変えるのに苦戦するのか、そこが分かれるところかなと思いますね。おー、かかった。よいしょ。ちょっとかかりどころが口ですか。よいしょ。よいしょ。おー、かかった。あー、かかった。かかった。よっ。志摩さんは連発しだした。小沢さんはどうだろう。今の入ってる筋もね、ちょっと
拳台より大きい石が入ってて、ぼんやりこう周りに比べて 石の色が濃く見えるから、すごくいいポイントだと思うんだけど、まだね、一応おっしゃ、当たり、まだ小さいな、当たり小さいけどバレんなよ。よし、ちょっとマシだ。よし、ちょっと色ついてる。さっきの子よりもちょっと黄色くなってる。餌を食べるとね、体が黄色くなるんですね、アユは。しばらくするとアユの追いがなくなってきた。島さんは次の策を講じる。まあね、柔らかい竿で、まあ、できるだけ負担の少ない仕掛けバランスでっていうのも、どうしてもやっぱね、おとりの体力もあれなんで、まあ補助道具として、まあ、僕は今重りを使いますけど、まあ背張りとか使ってしっかりやっぱ川底にこうね、安定をさせれるように釣りができると、多分やっぱ川底から浮いちゃってるとやっぱ釣れないんで、重りなんか使うと根がかる部分のトラブルもあったりするんで、まあ、トラブルなくってことであれば、いいおとりを引き船から出して今の弱ったおとりと交換して、またポイントを狙って釣っていく方がトラブルも少ないでしょうね。うわー、すごかったね。今の当たりがやっぱり追ってかかったみたいな。じゃん、ほら、ちょっといる場所が白かったかもしれないですけど、追い方はすごかったですですね。重りとかもやっぱり有効に使っていけれると、多分超過にもつながってくるかなと思いますけどね。志麻さんの策はうまくはまり、テンポよくかかり出した。お、でかいか。ほら、巻き木。おい、キャー、やけした。来るじゃん、今結構走ったよ。小さいけど、小さいな。危ない、もうそんなことないよ。あ、背上がりだ。お、いいよ。よっしゃ、やった。こんなちょっと遅いけど黄色くなってきてるよ。いい当たりしたよ、この子。愛の友釣りはね、背中にかかるのが一番いいとされてるので、背中にかかって追いがいいです。まあ、腹がかりって、腹にかかって、ここはあんまり良くないって言われとって、おとりが弱りやすい。だから腹がかりが多いと針の種類を変えたりとか、針の大きさ変えたりとかして、こう腹にかからないようにみんな工夫したり、あと頭は頭エラとか頭周りも頭がかりとかもあるんですけど、いろんなとこに愛はこのように素手でかかって、どこにかかってくるか分かんないので、追いがきついと背中にかかりやすくて、追いが弱いと頭周りにかかったりとか、お腹周りにかかるって言われてるんですけど、まあなるべく背中にかかった方がおとりとしての状態がすごくいい。おおおおお、なんだ、違うか。でも追われてるよ。かかったかと思ったけど、あれ、なんか反応っぽいぞ。お、来たんじゃない。やった、違うか。来た来た、白っぽいところかかった。やった、いいじゃん。お、手がかりだ。よっしゃ、ほら、白っぽいところでも元気ない。見た、黄色くなってるよ。レギュラーサイズを連発させた2人はサイズを求めて少し上流へ移動した。解禁当初なので数は少ない可能性があるポイント。サイズを狙って攻めてみる。おっしゃ、来た。おほほ、お、やるな。よし、手がかりが。いましたよ。18センチクラスが出た。まだ怪しい。おー、おー、おー、来たんじゃない。ほら、吐きたよ。手がかりだ。
よっしょ、やった。小ぶりだけどね、切れないです。なんかちょっと反応っぽいけど違うかな、かかってくれんかな。おー、来た。おーったー、あんな強いとこにおる。大きいじゃん、大きいじゃん、大きいじゃん、大きいじゃん。おー、まあまあや。よし、いい当たりだったね。おお、取るな、気持ちよく釣る。水深があり速い流れの中にも量計は入っていた。ほら、かかった。よっしゃ、ほら、よし。島さん、強い流れの中でアベレージサイズを連発。小沢さんは移動して少し下流に入った。おお、来た。いい当たりだった。バーンってかかった。気持ちいいな。ちょっと小さいな。当たりの割に小さかったけど、いい当たりした。おー、来たー。やっぱりな、ちょっとずらしてやったらかかった。やっぱり来ちょったんだ。諦めんでよかった。4度目起きそうだよ。いい当たりだったな。おー、せやがりだ。よし、いいじゃん、いいじゃん。結局2人は養鶏の連発を楽しむことができた。今年の阿戸川の鮎たちは元気に鮎師を楽しませてくれそうだ。岐阜県を流れる長良川、鮎師には言わずと知れた友釣りの聖地。もう本場の長良川来たんですけど、ね、うん、ここ郡上大和の上万場、うん、上万場だね、うん。まあ、ロケーションと水量とやっぱり、まあ、ちょっと上流域でこう入りやすく、まあ、なおかつこう長良川の上流域の雰囲気はあるんで、そうやね、いい感じかなと思うんですけど、うん、どうですか、釣れそうな感じですか。そうだね、残り赤も新赤もあるし、うん、その中間ぐらいの色のとこもあって、はい、まあ、その色をこう釣り分けて釣ればめちゃめちゃ釣れる、めちゃめちゃ釣れるかなと思う、うん。まあ、出たら、まあ、まあまあ大きいやつもいそうですもんね。いるね、多分この水量でこの石の大きさなら多分でかいのいるんじゃないかな。じゃあもう強さんも目がギラギラしてる、あのやるよ、シラはあれやらして今年に限って言うと寒かった上に、まあ、雨が降って赤がね、やっぱり昨日の阿戸川と同じで赤が結構飛んじゃったので、なかなか大きい魚がこういいとこに入らなかったけど、見ると赤がちゃんと突き出してるので楽しみかなと思います。そんなにどんどん上流域っていうのはそんなに多く来るわけではないんですけど、ただその中でもこういい爆釣してでかいのこうなんでしょう、思い出が結構あるポイントですね、はい。じゃあちょっと手前のこのちょっと白っぽく見える新赤っぽいところを狙ってみようかな。奥は真っ黒なとて残り赤なので、とりあえず新赤、多分もう新赤に入ってると思うんですけどね。とりあえずちょっと川底が明るくっていうかちょっと薄く見えるポイントから釣ってみて、ちょっと様子を見てみようかなと。解禁から数日経ち、新しい苔もつき始めていることに期待が持てる。最初の一匹目がね、おお、来た来た、いい当たりだったな、すごいねやった。おいいじゃん、いいじゃん、全然上がってこへんよ。やった、おいいじゃん、おお、すがかりだ、やった、巻き木、これ見て、この太いの、これ最高じゃないですか、これやった。
ちょっとここが水深があって深そうなんで、まあ魚がまずはたまりそうな感じの場所へ入れてみます。まだやっぱね初期で、水温が低いと、まあどこかこうね水深のあるところでちょっと活性が緩い感じでいるのかなっていう部分でもあるんで、まあちょっとやっぱねここだけ他のところと比べると水深があるような感じなんで、跳ねるんですけど小さいな。やっぱり海産の素性ものか。おー、かかった。よいしょよいしょ。ちょっと団子になっちゃったけど、でもまあ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 のサイズがいますね。多分まだ活性が上がってない、ちょっとやっぱりこう集団でいる感じの魚ですね。さっきよりもちょっと上、上流側。強めの流れの中にまだいるだろうか。お、ちょっと落ち着いたぞ。おお、やった、落ち着いたらかかったね。まだ見た、走り回ってるよ。恐ろしいほどの引きだよこれ。いい当たりだった。やっぱりおとりが落ち着いたらかかるね。よし、これもまあまあのサイズ、いい当たりするわ。もう一回だけこことその上の泡やって、あの下の一番きついとこや泡やっていこうかな。下の背は楽しみですね。ここもいいポイントだよ。今おとりにしてる子がかかったところのもう少しこう向こうの筋っていうのかな。めっちゃかかりそうだよ。ん？来たね。よし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 。交互にかかるな。大きいやつと小さいやつが。よいしょ。でも小さいけどだいぶ黄色くなってる。そうですね。おお、割れてるよ。おお、割れてる。かかったか、かかったか。エビかもしれん。エビかかったかわからん。かかっとるな。よっしゃ、よう引くよ。おまんまや、やった。でかいよ。長良川のアユって感じ。いやつ、きれい、きれいですね。よし、いいよ、この同じサイズで今回は入れたら瞬殺だったね。いいよ、楽しくなってきた。強い流れと相まって鮎の引きを堪能できるポイントを小沢さんは楽しんでいた。島さんは少し上流で野鮎と駆け引きをしている。お、ちゃうか、違うのか。この辺りまでおとり引き上げてくると前あたりを感じるってことは、このぐらいの辺にまでは多分アユが動いてる感じなの。よっしゃ、大きいんじゃないこれ。うわ、よっしゃ、もうこれは大きい。ちょっと縄張り意識がありそうな黄色いやつですね。これぞ長良川のもう追い干しがかなり出てますね。いい感じです。ここはちょっとねやっぱ水深があってちょっと 太い背っぽくなるんで、魚もストックがここにはあるような気がするんで、かかりどころが変やったか。これは海産の登ってきたいか。これが今郡上で縄張りを持ってるアユと河口から登ってきたアユ、こんなに差があるんですね。で今使ってたおとりがこっちの大きい方ですね。で今釣れたのがこっち側。やっぱりね海から登ってきた状況なんで、この尻尾がすごくやっぱね発達してるっていう感じは特徴かなと思いますね。
よし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 。小沢さんは好調を維持している。まあまあ黄色いよ。竹はね17センチぐらいだけど、もう巻き切れプリッとしとる。いいね。志麻さんと小沢さんは長良川郡上地区の強い瀬のポイントに入った。ガイドの園っていうから一ノ瀬の下ぐらいになるのかなですね。ちょっとポイント名がちょっと詳しく分かんないけど、この落ちる寸前いいね。なんか水量があってドキドキするね。午前中のポイントよりも強い瀬、量計はいるだろうか。おお来た。おお、やった、やったよ。大きいよ。おお、ままだ、巻き木、やった。おお、やったじゃん、巻き木やん。おお、あ、ボールね、まだ、今すごい割れた。おお、来た。追われてすぐかかった。楽しい。おお、背がかりだ。よっしゃ、おお。巻き木ばっかだよ。なんか昨日の阿戸川はね、こう浅くてこう釣りやすい川だし、長良川はね、なんかこういう下流に来るとこういうダイナミックな釣りもできるし、今日の上流部分はね、ちょっと水量が少なくて変化のある水の少ない河川っていうのかな。いろんな川をね、川層があるので、いろんな川層もあるし、いろんな鮎もいるので、まあいろんな楽しみ方ができるなと思いますね。落ちる寸前に入れて、あん、おお、入れ上がりだ。おお、でかい。おお、全部背上がるよ。小沢さん、量計を怒涛の連発。志麻さんも続きたいところだ。おっしゃ。大きくないですか。おお、おお、うわ、いいやつやん。巻き木。志麻さんも強い流れの中でいいサイズを仕留め出した。すごい当たり方。よいしょ。よいしょ。解禁当初でも力強い流れに縄張りを持つアユがいた。おお、来たー。おー、巻き木だ。よっしゃ、よっしゃ、来たら。よっしゃ、おお、やったー。志麻さんもラストスパート、量計に会いたい。おお、来た。風が強いか、風が強いか、風が強いか、よいしょ。うわ、おや、お、どりゃ、これ黄色いんじゃない、いいやつだよこれ。ほら、満足できる美しい量計を手にすることができた。釣れた時にね、黄色いのが飛んでくるとおおと思いますし、やっぱこんだけ綺麗だとね、惚れ惚れしますね。二人は長良川の鮎を堪能した。
鶴さん、解禁間もない長さどうでした？面白かった。顔がもうほころびすぎなんかもうバカーンってかかってね、めっちゃ楽しかった。あの入れがかりしてる鶴さんも楽しそうでしたけどね。でもやっぱりいい愛が釣れましたもんね。いい愛釣れた。僕はちょっと無理は釣っとるな、やっぱり、ね、僕はちょっと小ぶりな感じですけど。でもね、そんな結構でかいやつかかったよね。え、うん、いい感じのね、曲がりもしてたますし、うん、やっぱりこの背がいい感じでしたね。背が面白かった。背がだからのガチャガチャの背が、はい、うん、やっぱり愛釣りはね、この面白さ的な部分、当たりと引きは、うん、やっぱ背が一番面白かった。もう手にもね、ブワーンってくるからね、うん、もうたまらんかったね。本当にこの解禁間もないながらが今後ね、シーズンこれから入ってくるんで、そうそうだね、ね、もっともっと多分この今の鮎がもっと大きくなって、うん、そうだね、もっと当たりも強く、うん、引きも楽しめる、うん、間違いないね。そうですよね、うん、もっとこれがね、はい、大きくなるし太くなるし、もっと強い流れに入ってくると思うから、うん、本当楽しみですね、うん、名手2人も大満足の展開だった。ポイントに入りやすく古参の鮎が楽しめる滋賀県阿戸川、さまざまな川槽があり、海産の力強い野鮎を狙うことができる岐阜県長良川、ともに7月に入り最盛期を迎えている。自分に合ったスタイルで楽しんでみてはいかがだろうか。